こんにちは、みゆです。はい、森です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は埼玉ゴルフクラブさんにお邪魔をしております。本日私カメラマンも。そうなんです、カメラマン山ちゃんが今日不在で、なんと2人でやっているという。ちょっとドキドキですよね。慣れない全然。もうマルチですね。いやカメラまでやってくれてる。これ手振りすごいよね。温かく今回ご視聴お願いします。お願いします。じゃあ早速、今日はとりあえず、まあ、午後はハーフロンドレッスン、はい、その前に練習場にいて、まあ、ちょっと今のみゆちゃんのスイングの様子とかをちょっと見させてもらって、はい、まあ、ちょっと直せるとこがあれば直せればなということで練習場にやってまいりました。はい、ウォーミングアップはバッチリですか？あ、この間教えてもらったストレッチ、うん、肩甲骨回すようなストレッチとか、はい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 、もう済んでます。バッチリバッチリです。あ、でもなんかその時のコメントに、はいはい、股関節周りはなんかストレッチしないんですかみたいなコメントを体験しました。そういえば、なるほど、まあ、結果から言うと股関節周りもストレッチできればしてもらいたいなっていう感じで、まあ、簡単にでいいんですけど、はい、じゃあちょっとそれ一緒に軽くやっていってから練習を始めましょうか。はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっと股関節周りを入っていこうかなと。まあ、そんな難しいことじゃないんですけど、ちょっとスカート履いてたんで前回、はい、結構ガバッと足開くんですなるほど、やばいかなと思ってやらなかったんですけど、ちょっと今回やらせてもらって、はい、2人ともスカートなんで。そうですね、ちょっと、まあ、危ないところは、まあ、編集の方にすいません、お任せしてお願いします。お手伝いおかけします。お在庫お願いします。お願いします。まあ、まずその片足ずつ、はい、足を、まあ、90度、はい、上げて外側にこう、そうそうそう、回していく、はい、外側に、そうそう、結構壊れる前ゴキゴキ言いません？うん、そう、ゴキゴキ言うんで、はい、そうちょっとなんかきついそれはこれでそれを次まだ反対、左足も外側に、そうそうそう、うん、やっていく、うん、で、できるだけ開くのがポイント。こうすぐこう振ってこう、この場でこう回っちゃうと、ここが開かないんで、そう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 、はい、ぐわっと開いちゃう。そうだから、ここまでやると結構見えちゃうの。なんか遠慮しちゃったんだけど、なるほど。でいつもはゴルフ場でスカート履くことが多いから、ロッカールームとかお風呂場でやることが多いかな。先にお風呂場にいるって言ってましたもんね。そう、股関節周りだけ。ちょっと虫がすごい、すごいですよね、やっと夏が虫がすごいんだけど、しかも今日、ね、虫に好かれる色してきてるそうだから、グーグーってこう回していって、はい、で次はこう外に回したから、次内側に、うーん、開いた状態から持ってくる。そうそうそう、もうめっちゃキモくない？こうやって、そうですよ、めっちゃキモい、こうやってやっとかないといけないそう、こうぐるぐるって、まあ時間ないときは10回ぐらいでもいいと思う。ゴリゴリゴリってのがまあなくなるぐらいやる。いや、なんか最初のうち結構ゴリゴリ言います、はい、言いますゴリゴリゴリってへえやります、はい、次は両足開いて横向こう。確かに横向いて、そしてすごい色がゴリフ焼けやばいよね、これマジやばいと思う。ガーって下げた時に、なんかちょっとこう引っかかるというか、収まりいい場所があるんですよ。そう、そう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 、はいはいはい、そっから、まあ、よくある。あ、そうそうそう、肩入れながらできるだけお尻落としてあげる、はい、とここが伸びるから、そうそう。で、基本的に女の子って、はい、腰落とした時に、はい、落としますって言って落とした時に膝が結構内側に入る子がすごく多いんで、今入ってたかもしれない。そう、そこをガッとこう開く。そう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 。ちょっと確かに本当にあれですね。やばいと思うから、ちょっと事故かもしれない。後ろ向いてやらせていただくの、ちょっといろんな都合にありきれで。後ろ向いて。後ろ向いて。でも言ってることは結構。後ろでも分かってくれる。分かってて。ちなみに股関節
シップってあんまりゴルフってあんまりなんか使わない感じしますよね。はい、あんまりでもこうやって踏ん張ってる時とかって意外と使ってるんですよ。グリップも上げていく時、振っていく時でこうなっちゃうから使わないとなると、あこうしっかり伸ばして使えるようにしてあげないと軸の傾きにもつながっちゃいますよ。じゃあここをほぐしておけば、そう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 、腰回りとかこうやって回すのも大事。そう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 、時計回りと反時計回り、この3つぐらい、まあ片付いてた4つ、まあ時間あるときやってもらえるといいかなと。ただまあ前回はちょっとパッとできるっていうことだったから、まあ練習場でできることみたいなので、なるほど、スカート履いてなければやってもらってもいいかな、更衣室でやってもらうってことですね。そうそう、女性の方はそうですね、男性の方は思いっきりやってもらっても大丈夫だと思うんで、豪快にスイング前にできそうですね。それはちょっと前回ね、バット使って枕を使ってやったストレッチとプラスアルファしてもらえると特にいいかなと。へー、質問してくれた方は今と思って名前なんて言うんでしょうかね。うわー、誰だったっけな、ちょっと待ってください。リリ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 さん、リリリリさんか、はい、関節周りとかのストレッチはやらないんですか、うん、ということで、うんうん、やれるのであればやってもらうとか絶対いいです。ただ女性は、女性特にスカート履いてる方は要注意、あの方向だけに方向、そうそうそう、気をつけてもらうか、場所をね、はい、ちょっと選んでいただいてやってもらえるといいかな、はい、ということですね。はい、はい、ありがとうございます。もう体は多分バッチリです。バッチリ、はい、ほぐれてます。じゃあ次はちょっと実際に打ってもらって、はい、今どんな感じなのかちょっと見させていただこうかなと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。